はい、それではね、こちらバンシー織りの生地の紹介になります。細番手のね、タイプライターコットンになります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、細番手の、タイプライターになっております。で何がね通常のタイプライターと違うかっていうと、これすごくこうタイプライターならではのねこう密度のある生地なんですけども、細番手になってるので通常のタイプライターよりはね非常にこうしなやかというかこう軽やかなね雰囲気を楽しむことができると思います。はい、でカラーもですね、このニュアンスカラーですね、今すごくね人気でね、淡い感じにちょっとねこうグレーを足したような本当にこうナチュラルでねこう上品なねこうカラーになってますので、ぜひねお好みのカラーをね選んでいただければなと思います。はい、で次にね生地の厚みいってみましょう。はい、で厚みはですね、やや薄手ぐらいなんですよね。タイプライターって言っても本当にこう繊細なね感じなので、オールシーズンね使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、で風合いもですね、今ね張り感のある生地すごくね、人気なんですけども、この生地もね細番手なんですけども程よい張り感があります。なんですけどもやっぱりねこうしなやかさとか柔らかさが融合されてるので、非常にねこう魅力的な風合いをねこう楽しんでいただけると思います。本当にねこうさらーっとしたね質感を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、最後にですね、ドレープの方も見ていきましょう。こんな感じですね。程よいねこうボリュームを楽しんでいただけるようなね、そんなね、ドレープなんじゃないかなと思います。はい、で、これねタックのイメージなんですけども、すごくね生地に安定感があります。これね非常に縫製もしやすいですし、タックなんかもねすごくねこうバランスのいいね、ドレープ楽しんでいただけると思いますので、ぜひね参考にしてですね楽しい作品作りにねこう生かしていただければなと思います。フレアワンピースに仕上がっております。こちらねとてもエレガントな雰囲気になっているんですけれども、襟ぐりもね緩やかな V ネックラインというのがとても女性らしいねラインになっております。でね、フレアシルデットとても綺麗なんですよね。たっぷりとしたフレアなんですけれども、着ていただくと多少張り感もある素材感ですので、こうドレープのラインもとても綺麗にね出ているんじゃないかと思います。すっきりとしたねシルエットでも着れるのが嬉しいタイプになります。もう一つこちらもねフレアワンピースになっているんですね。こちらねゆったりとしたサイズ感になっておりフレアワンピースなんですけれども、ね、同じフレアワンピースでもこうカジュアルな雰囲気とかエレガントな雰囲気とかねまた変わってるんじゃないかと思います。両方楽しめるタイプになります。ボトムスもね作ってみました。こちらねバルーンシルエットのスカートになっております。素敵ですよ ね。こちらはね裾にタックが入ってバルーンのシルエットになっているタイプになっておりますね。でその上にも、ね、切り替えがあって、こういったのも、ね、アクセントになるんじゃないかなと思います。でウエストにも、ね、ギャザーがたっぷりと入ってこうふんわりとしたシルエットになっていますね。でこうしたギャザーとか裾のタックとかっていうのもとても、ね、縫いやすい素材感になっております。で、ね、ウエストもすっきりタイプなんですね。前がベルトで後ろがゴムっていうのも履きやすくね、ウエスト周りすっきりの嬉しいデザインになっております。ね、少しこれね張り感もあるタイプですので、こうしたねバルーンのシルエットとかもね崩さず綺麗なラインで作ることができます。ぜひねいろいろなデザインでね楽しみながら作っていただけたらと思います。